います。3番は、花見なんですけど、まだ4月になってないのでやめました。次は、人生の空と書いて、旅の空と、これではなんか当て字で書いてあるんですけど、
会えたならいいね。ありがとうございました。とうとう最後の曲になりました。恋なんですけど、これ韓国語でも歌えるんですけど、どっちがいいですかね。1番だけ韓国語で、2番が日本語なんです。これ2番は韓国語すごい細かいんですけど、一部だけ韓国語で歌えるんですけど、やっぱり日本語がいいですね。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ、鍵はいつもの下駄箱の中、きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて、
洗濯物は机の上に短い手紙添えておくわ。今度生まれてくるとしたなら、やっぱり女で生まれてみたい。だけど二度と手間はしない、あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。ありがとうございました。